さあいよいよ最終クォーター、第4クォーターに入ります。九州50周年プロジェクトとして立ち上がりまして、その記念を祝うかのように催されております九州ボールも、まもなくこの残り12分の攻防によって決着する形になります。これまでの長きにわたる歴史を彩るその一戦としてふさわしい結末になるでしょうか。この12分の攻防、ぜひご注目ください。さあ、それでは皆さん、運命の第4クォーターが始まるわけですが、その前に、本日の観客動員数の発表です。本日は2172名の皆様に来ていただいておりました。2172名の皆様です。皆様ありがとうございます。本日は会場に先ほど場内発表がありました。お客様から発表ありました通り、2000人を超える多くの方々にご来場いただきました。大変ありがとうございます。さあこれより第4クォーター、福岡サンズ4-3フィードゴールトライ。さあ、高田さんのビデオゴール、このキックを19番高に見事に決まして3点追加となりました。しかしイエローフラッグが発生しております。さあここでありました反則は果たしてどちらのチームの反則となったでしょうか。先ほどのフラッグは無効となりました。従いましてプレー成立です。フィードボール成功、フィードボール決まりまして福岡サンズ3点獲得となりました。福岡高木、見事にこの後半最初の得点を決めることになりました。福岡大学出身のキッカーがここで素晴らしい仕事を決めております。決まりまして福岡サンズのキックオフで試合再開する形になります。残り11分54秒です。さあ大井九州歌に入った、8番相手ディフェンスを飛び越えるようにリターン完工しまして自陣20ヤード付近の攻撃を得ております。この位置からオール九州がボールを取ります。躍動は船のリターンを行いましたがオール九州の8番のモナガでした。久留米大学4回生です。さあというわけで次回のオール九州の攻撃、さあ大井九州なんとかここでタッチアウト結びつけたい。ボールを待ちに19ヤードから大井九州バスアンテ、さあアンテナが入りました。クォーターバック16番自らの総力で左オープンに展開、自ら持ち捨て身のクォーターバック欄によりまして、しかし結果的に約7ヤードから8ヤードのゲインを果たしています。素晴らしい果敢なランを決めましたのはオール九州16番の高橋、青南学院大学の4回生。さあセカンドダウンスイングの状況、オール九州ボールオンは自陣26ヤード、これは
さあ総力により突破上がりました。クォーターバック、今度は9番の松尾でした。日本クォーターバック攻撃権更新果たさんというところでしたが、わずかに至っておりません。サードに変わります。本拠手サードの残り1ヤード、実際は1ヤードありません。飲酒の状況、ランプレーで突破を図りましたが、しかしここは福岡サンズナイスディフェンス。ダミラックランプレーを47番猛チャージかけまして、ノーゲインと変えました。フォースランに変わります。さまじいラッシュをかけまして、このランを組み止めましたのは福岡サンズ47番ジャッシュ、上智大学出身、上智大学出身です。さあフォースダウン、さあいきます、フォースダウンギャンブル。さあフォースダウンギャンブル、中央固めた。さあ、さあパーソリーいけた。力と力の戦い、判定はどうか。現在審判団協議しております。攻撃権更新ならず、フォースダウンギャグ失敗、攻守交代となります。最終的にボールを持った選手が膝をついた地点までが前進距離です。この判定によりましてトータル10ヤードいかず、結果的に攻撃失敗となりまして攻守交代です。攻撃権福岡さんに移ります。これ以上の追加点は許したくない。本九州なんとかせんとここで勝負しましたが、しかし結果的には失敗。さあしかしここで守備で奮闘し踏ん張ることができるでしょうか。福岡サンズ相手陣26ヤードからのファーストアンテ、そこにオール九州92番がキュービーサック、見事この状況キュービーサックし仕留めましたが、92番のゲイブ・エドワーズ、琉球ガーディアンズのキャプテンです。琉球ガーディアンズ、ここで遠方沖縄に立ち上がりました X3 のチーム琉球ガーディアンライオンズのチームキャプテンが素晴らしいプレーを披露しました。これによって押し返されましたプレアレス福岡サンズ、ボールは相手陣にありますが33ヤード間のセカンドダウン16の状況に変わります。さあ福岡サンズクォーターバックが変わりました。半田選手、さあクォーターバックは18番の半田に変わっている。さあラッシュプレー連続は9番、さあ今度はオール九州45番、さらにお伝えします。見事キュービー作者が45番の佐藤シリオカルベツ、ここで九州社会人の優雅立て続けにキュービー作し福岡サンズを押し返します。さあ福岡サンズ押し戻され、サーダウンボックの手に変わる。さあどうするか、福岡サンズサランドン
を打破できるか。サンゾネス、イエスパス、パス成功。ここでさらに襲いかかるディフェンス陣、これを裏をかいてスクリーンパスを投じましたが、タイミングが合わずパス水分がリポストになります。ここへ来てオール九州、まさに意地を見せんとするプレーを展開しました。福岡サンズ、パントフォーメーションを取ります。イエローフラッグが発生しています。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを しませんでした。5ヤード抜体となります。しかしボールの位置が相手陣深い位置にありましたので、あえてパントの距離を鑑み、ここで反則し若干下がる形を選択したと思われます。さあ、これによって距離を稼いだことでパントは果たしてどのように感じでしょうか。福岡サンズ、フォースアンドロング、パントフォーメーション。番コンプされたパントを取り出しまして、ボールを相手陣4ヤードの位置に整えまして、ここでの攻守交代といたしました。反則を生かしまして、その稼いだ距離を見事にコーンを見せた絶妙なパントになりまして、結果的には相手陣に押し返した形で攻撃上手となっています。攻撃が変わりまして、オール九州に変わります。九州、しかしディフェンス陣の奮闘によりまして攻撃権を取り返す形になりました。ボールは自陣4ヤードですが、オール九州ファーストアウト。まずはここを抜けたいところ、オール九州です。アガーテラプレーアクションパスを通しました。中央で飛んだ8年前にパスを一つ刺して攻撃へ更新、オール九州パスター。鮮やかなパスを通したのはクォーターバック5番の吉村、熊本マーベリックスのクォーターバック、そして取り出したワイドレシーバーは82番の陣内、九州工業大学出身4年、九州工業大学の4回生です。失礼しました、パスインコンプリート、パスはキャッチできておりませんでした。従いましてパス成功でセカンドダウンに変わります。今度は自らのキー、クォーターバックは今度はハンドオフリーから自ら総力を使いまして右オープンの突破、約5ヤードから6ヤードのゲインに変えています。パスが封じられた際、自らの総力で突破する、さすがはかつては X1 スーパーで活躍していたクォーターバックです。その意味ではプレアです、福岡サンズのプレアに見劣らない吉村の果敢なプレーが展開されております。オール九州サーダウン4、サーダウン4、ナイスパスカット、パス成功。ここでクォーターバック5番、右に展開した86番にパスを投じましたが、これを福岡サンズ28番、見事なワンハンドパスカットをしまして、パス成功に終えています。鮮やかなパスカットを決めました技ありのプレーをしたのは、福岡サンズ28番のプレーより琉球大学出身の江崎です。琉球大学出身のプレーヤーです。
オール九州フォースダウンに変わりましてパントフォーメーションを取ります。さあサンズリターンに入るが、相手陣40ヤード付近でボールベースを回りまして失礼しました、フェアキャッチシグナルがありましたためキャッチした時点でプレー終了となっています。結果的にしかし相手陣46ヤードから福岡サンズの攻撃に変わります。さあ福岡サンズ相手陣46ヤードからのファーストアンテン。さあサンズオフェンスクォーターバックラン西山選手ランニングバックラン中央アンテン。この力強い走りまず最初は中央アンテン、キャリア0番、本日好調の木田に託しました。中京大学出身の木田、素晴らしいランドを披露しまして約8ヤードのゲームに変えています。福岡サンズセカンドダウン2、ボールオフは相手陣38ヤード。ナイスパスカット。このパスをオール九州39番見事にパスカットし封じました。これが通っていれば攻撃権更新というところでしたが、これをオール九州39番村田が熊本マーベックス素晴らしいパスカットで封じ込みまして、サーダウンに変えています。インターセプトも似たようなそんなプレーでした。福岡サンズサーダウン2、サーダウン2、すいません、ファー選手パス成功、ファーサー。ここはなんだけこの厳しい状況、ディフェンスのカバーありながらワイドレシーバー16番見事にキャッチしまして攻撃転更進です。福岡サンズファーサー見事なキャッチをしましたのは福岡サンズ16番の和田、関西学院大学出身、名門関西学院大学出身、そして福岡サンズ8区の公式戦21連勝を落としてコネクトのエースシーバーでもいらっしゃる和田がここで状況打開を図りました。敵陣30ヤード聞いたら、九州におきましてその場を総合化しました兄弟でした。見事ノーマークになりそのままエンドゾーンに駆け込んで勝ちゃう。この後が知らんと交わす兄弟のタッチアンパスキャッチにより6点追加となっています。そしてこのキック成功しまして1点追加、プレアベース福岡サンズ38点、オール九州7点と変わっております。38対7を大きく前進しており、大きく点差を広げております。さあこの状況非常に白熱した展開ですが、現在も福岡サンズ優位な形で試合は展開しております。福岡サンズのキックオフで試合再開となります。さあリターンに入りました。
がキャッチしましたから右ブロックを生かし右を今後展開し23ヤード付近を確保しております。非常に素晴らしいリターンをしましたが23番のカーズフォードのエクスプレイヤーです。さあこれによりましてオール九州は2陣30ヤードからの攻撃を得ます。オール九州ファーストアウト。さあオール九州クォーターバックに入りますは16番高橋選手西南学院大学4年生。ディフェンスのカバーだからこれを見事にキャッチしまして攻撃権更新オール九州パス。見事なパスを投じたのはクォーターバック16番高橋西南学院の4西南学院大学4回生。取りましたのは80番の林ロッドマンエクソプレイヤーです。さあこれによりましてハーフウェイに入りましたオール九州ファーストアンテ。インターセプトにより攻守交代となります。攻撃権変わりまして福岡サンズになりました。ターンオーバー。ここでビッグプレーの応酬という形になりましたがそのプレーを封じる形でサンズが攻撃を脱出する形になっております。さあサンズオフェンス。さあ福岡サンズの攻撃ボールオン自陣8ヤード付近からのファーストアンテ。パス不成功。フラハンド選手のパスでしたがクォーターバック上から2点引かれながらパスを通しましたがディフェンスにレシーバーカバーされておりましてパス不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。さあ試合時間も残り4分39秒。オール九州としては点数を取るためにすぐにでもオフェンスに回したいところ。福岡サンズセカンドアンテ。さあセカンドアンテここもまたランニングバック力強い。今度は中央アンテ福岡サンズファースト。走ったがルーキー22番回せ右スタンブル付近の突破そのまま体をねじ込むように攻撃権更新としました福岡サンズパス。さあこんなランで攻撃権更新果たしたは福岡サンズ22番の馬は青年学院大学出身。福岡サンズ自陣22ヤードに上がりましたよファーストアンテ。さあバスターを更新しまして20ヤードあたりよりファーストアンテ。パス成功。今度はパスプレーです。右に展開していた15番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。ここは確実に短いパスで攻撃権継続を図っております。そして同時に時間を潰す形を選択しています。ターゲットは15番の稲木本関西学院大学出身のプレイヤーでした。中で倒れたため時計が回り続けております。このプレーとプレーの間の時計が進む止まるといった部分もアメリカンフットボールの非常に重要な要素になります。福岡サンズセカンドダウン5。さあセカンドダウン5パス成功。攻撃権更新ファーストダウン。今度は中央縦に切れがありました。相手エンドは86番にパスを通しまして攻撃権更新です。福岡サンズファーストダウン。ニュートンに終点キャッチしましたが86番の田内福岡教育大学出身プレーヤーです。サンズのルーキーが見せます。さあボールオンは福岡
サンズ次元42ヤード付近に上がりました。この位置からの福岡サンズの攻撃、ファーストダウンと変わります。ファーストダウンでパス成功となりましてセカンドダウンに変わります。ここでホイッスルが鳴ります。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。少し傷んだ選手がいるためタイムアウトを取っております。九州アメリカンフットボール50周年を祝いましてのこの九州ボール、その祭典にふさわしく最終盤にありましても白熱した攻防が展開されております。さあ試合再開です。福岡サンズ自陣41ヤードからセカンドダウンテイ。パス不成功。今度は左に展開していたレシーバーにヒッチパス、短いパスを投じそこからキャッチアンドランを図るという選択でしたが、そのパスコントロール乱れましてパス不成功、サードダウンに変わります。さあ試合の残り2分ちょっとというところです。さあサーラーに入ります。福岡サンズの攻撃、ボールの陣41ヤード、残り時間は2分23秒。ボール球種これを封じれるか。49番殺到しました。キュービーさんパスを投じる前に一度このプレーを終了させる形に成功しました。見事キュービーサックしましたのはオール九州49番岩本九州大学の3回生です。サックしたのは45番佐藤選手コルベッツ、そして失礼しました、サックしましたのは45番の佐藤でした。 CA コルベッツです。さあそしてフォースダウン17の状況、福岡サンズパントフォーメーションを取りました。九州残り時間1分51秒の状況になっていますが、何としてもここで一つタッチダウンを返したいといったところでしょう。1分51秒となりましたこの試合、この2ミニッツ
残り111秒の攻防を注目しましょう。とも言いますが、皆さんも時間とプレー交互に見ながら楽しんでください。ホール九州ファーストアンテ、非常に厳しい状況でした。アロヤ3人といてもらうギリギリの振り払い、ワイドシーバー9番パスをヒットし、これを経由に変えています。パスを通しました。クオーターバック16番またなし、聖火学院4回戦取りました。14番の大城 CA コルベセカンダウン7オール九州、更新としました。オール九州ファースター見事攻撃権更新しました。クォーターバック9番はラスダユニコーン取りました。ワイドレシーバー、80番は林マットマーベリックス、1分8秒。さあオール九州ファースターアンテ、クォーターバックラスダ選手ランニングバック2人をつけて、パス成功。ここはプレッシャーからパスを投げ捨てる形に変えました。パス失敗という形になります。オール九州セカンドダウンに変えます。残り時間、試合時間残り1分、ボールは相手陣36ヤード。オール九州セカンドダウンテン、このパスも投げ捨てました。さあサードに変わります。なんとかこのプレーを継続したいという思いはありますが、しかしここはサンズディフェンス譲りません。結果的にこの2つのプレーは捨てる形になりました。さあ3回の攻撃に入ります。オール九州残り時間は50秒。オール九州サードアウト、サードアウト、これは果たしてどちらにあった反則でしょうか。まもなく審判団からコールされます。先ほどのプレー、福岡サンズ側に反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでしまったという反則です。自動的にファーストダウン更新です。失礼しました、これはディフェンスの際にありましたホールディングです。相手選手がパスコースに出る際にそのパスコースを封じていたというディフェンスホールディングです。従いましてインターセットは無効です。10ヤードのバッテリーで攻撃権更新し、オール九州ファーストダウン攻撃権継続となりました。さあこれによりまして大九州相手陣26ヤードからのファーストアンテン、試合時間の5時間37秒。小城選手またすがここでオプションプレーを選択、ラッキー42番にピッチ出して右オープン展開を図りましたが、しかしこれを封じられます。そこでホイッスル、九州ヘッドコーチは QB 道場の道場の試合、そしてかつてはリクルートシーガルズで日本一を経験したメンバーである
メイクオーダーバック新庄です。ここはそのクオーダーバック経験生かしまして絶妙なタイミングで時間を確保するタイミングを取りました。九州残り時間27秒でセカンドダウンイレブンの状況、さあ突破なるでしょうか。試合時間残り27秒セカンドここで時計の訂正が入ります。残り時間30秒に改まります。さあ残り時間30秒の攻防戦です。オール九州セカンダウン、試合再開です。セカンダウン戦、試合時間残り30秒となっております。スプレーか、クォーターバック中6番フェイクを交えながら右に流れてパスを投じましたが、しかしレシーバーとタイミングが合わずパス成功です。サーダウンに変えます。サーダウンとなります。残り時間はわずか、残りプレー数も限られてきております。オール九州、さあ残り時間23秒、オール九州サーダウンイレブン。クォーターバックは5番手吉村選手に戻っております。不成功、篠崎選手パス不成功です。ここでクォーターバック5番プレーアクションから中央切れ込んだレシーバー、8番8番にパスを投じました。しかしこれは福岡サンズ10番がパスカット、パス不成功でフォースダウンに変わります。ここは福岡サンズ10番篠崎素晴らしいディフェンスを披露しました。最後の攻撃となるのでしょうか。さあオール九州フォースダウンイレブンの状況でフォースダウンギャンブルいきます。フォースダウンギャンブル失敗。クォーターバックはパスを投じようとしましたが、ここにサンズディフェンスでインサット、結果的に攻撃権更新ならず攻守交代です。攻撃権変わりまして福岡サンズに変わります。福岡サンズのファーストダウンテイル、中央に安定入ります。クリアです福岡サンズ38オール九州7回、クリアです福岡サンズの勝利となりました。しかし得点差以上に双方素晴らしい反発した攻防のあるプレーを見せていただきました。ナイスゲームでした。
オール九州短期間による合同チームながら素晴らしいプレーを披露し、X1 スーパーにあります福岡さんを圧倒する見事なプレーを披露しました。素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。応援ありがとうございました。これより表彰式および閉会式を取り行います。これより両チームサイドラインに対して表彰式並びに閉会式に移ります。アメリカンフットボール協会の渡辺理事長様からメッセージがございます。九州アメリカンフットボール50周年記念事業、中村ロジスティクスプレゼンツ九州ボール2024、開催と成功を誠におめでとうございます。本日のこのイベントの準備にはですね、九州でアメリカンフットボールの活動をされている関東社会人アメリカンフットボール連盟、九州学生アメリカンフットボール連盟、九州ブラックフットボール協会、そしてフレアデス福岡サンズ、この視聴者の皆様が、大変ご準備をされました。ブラックフットボールとですね、アメリカンフットボールのゲームだけではなくて、いろいろなイベントにもですね、さまざまな工夫がされていて、とても楽しい一日となりました。ご来場された皆様、中村ロジスティックス様をはじめとするご協賛の皆様、春日市をはじめとする応援ライターの皆様、クラウドファンディングにご協力くださった皆様、並びに、本日の開催に向けてご尽力されたすべての皆様に敬意を表し、深く感謝申し上げます。大変お疲れ様でした。ありがとうございます。これからアメリカンフットボールをしようかなということで、考えていただいている大学生の皆さんも多くいらっしゃるとお聞きしています。秋にはですね、ぜひご登場いるのでご練習いただけたらと心より祈っております。最後にもう一度本日おめでとうございます。ありがとうございました。渡辺理事長、ありがとうございました。続きまして、本大会の冠スポンサーとしてご支援をいただきました株式会社中村ロジスティックス代表取締役執行役員関口正幸様よりご挨拶を頂戴いたします。続きまして、中島、まず本当に吉野代表をはじめサンズの皆様、それから連盟、各連盟の関係者の方々、本当にこのような素晴らしい大会の運営企画、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。すみません、最初代表じゃないと申し上げたんですが、実は本来だったら弊社の代表である中村がこの場にお邪魔させていただく予定だったんですが、もうすいません、直前までいろいろと調整をしておったんですが、残念ながら取り付け席となりました。誠に申し訳ございません。代わりにちょっと私が一言お話をさせていただきます。中村ロジスティックス、中村って何会社って思いの方も多いかと思うんですが、中村ロジスティックスっていうのは東京の港で食品物流、それを主業として、行っている会社です。で首都圏の他にですね、
大阪、それから福岡、ここ福岡にもですね、事業所を構えておりまして、で代表の中村は企業経営の傍ら、母校のですね、立教大学のアメリカンフットボール部の監督を務めております。で中村はの思いというのはですね、自分を育ててくれた、成長させてくれた母校、立教大学、それからアメリカンフットボール、その恩返しをしたいという思いでですね、企業経営の方が力を注いでおるところでございます。あまりこう長くなるとあれなんですが、ちょっと最後に一つお願いだけさせていただきます。弊社はですね、ここにいらっしゃる本当にこうスポーツに真剣に取り組まれる方、それはスポーツが大好きな方、それでもう夢をですね追いかけて努力を挑まない、そういった方々を本当に応援するカルチャーが根付いた会社です。ぜひ弊社のですね、コーポレートページ、採用ページ、お時間があるときにちょっと覗いていただけると幸いに思っております。本日はどうもありがとうございました。関口さん、ありがとうございました。続きまして表彰に移ります。これより表彰式に移ります。MVP、MIPベストラインマンの4つのトロフィーを贈呈いたします。トロフィーは株式会社中村ロジスティックス取締役執行役員関口正之様より贈呈していただきます。よろしくお願いいたします。中村ロジスティックスプレゼンツ九州ボール2024、勝利チームはプレアデス福岡サンズです。改めて盛大な拍手をお願いします。まずその試合に勝利しました福岡サンズに勝利者トロフィーが贈られます。受け取りますのはチームの代表でありキャプテンであります吉野光氏です。続きましてベストラインマンの発表です。ベストラインマンは九州背番号66、小宮選手です。そしてベストラインマンの受賞をしましたのは大九州66番の小宮です。九州の三強の雄、福岡大学4回生がここで華々しい受賞を受けることになりました。おめでとうございます。源田です。久留米大学4回生、素晴らしい賞を受賞しました。この試合の MVP です。プレアデス福岡サンズ背番号2番ジョーダン選手です。九州ボール MVP はプレアデス福岡サンズ2番ジョーダン。はい、お願いします。城大選手受賞おめでとうございます。以上で表彰式を終了させていただきます。関口さん
様、ありがとうございました。これより各チームよりご挨拶をいただき、最後に観客の皆様と集合写真を撮影させていただきます。まずはオール九州チーム主将村村智人選手、よろしくお願いします。最後に皆様に対して各チームのキャプテンからのご挨拶です。本日は応援ありがとうございました。このように迷惑しないよう参加解散にできたのも、会場に足を運んでくださった皆様、さまざまな支援をしてくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございました。僕たちオール九州はこのようなたくさんの観客の方々の中で試合をしたのは初めてで、とても楽しい、いい経験をすることができました。これからもっともっと九州のフットボールが盛り上がっていけるように、社会人、学生、手を取り合って頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。オール九州キャプテンを務めました熊本マーベリックスの村中でした。ありがとうございました。続きましてプレアレス福岡サンズの代表兼主将吉野至選手、よろしくお願いいたします。そしてプレアレス福岡サンズキャプテンの、本日はありがとうございます、吉野です。まず初めに、本当に熱い戦いをしてくれたオール九州チーム、ありがとうございます。この大会はですね、実は企画をした募金になりまして、九州でアメリカンフットボールをなんとか盛り上げたいという思いで、今回50周年を機に、この学生連盟、社会人連盟、ブラック協会、そして X リーグ所属する我々、そして沖縄のアメリカンフットボール協会含めですね、またずっとアメリカンフットボールを支えてくださっている OB の方も、含めてですね、九州にいるアメリカンフットボール関係者全員が一度に集まる場所をですね、年に1回企画したいという思いで、今回の50周年企画を企画させていただきました。結果ですね、2000名を超えるアメリカンフットボール関係者、そしてファンの皆様が集まっていただいてですね、本当に最高の環境の中でフットボールができました。改めてありがとうございます。九州におけるアメリカンフットボールの事情を少しお話するとですね、高校以下にはですね、アメリカンフットボール部がなくて、ほとんどですね、経験者と呼ばれる選手が大学には入ってきません。なのでちょうど今ですね、各大学ではアメリカンフットボールが多分勧誘という、ね、活用をさせていただいておりまして、勧誘をしないとなかなかアメリカンフットボールやろうというふうになってくれないというのが現状でございます。そこからですね、2020年、2021年とですね、2年間、勧誘活動をコロナに、禁じられてしまいまして、私、実は青年学院大学の監督もやっているんですけれども、今年はちょうど2020年に勧誘をした子たちがですね、4年生で、たった3人しかいないというような、アメリカンフットボール、この九州のアメリカンフットボール界にとっては、ものすごい危機的、状況でございます。ただその中でですね、今回この50周年という大きな節目があって、逆にこれはチャンスだと思いまして、新入生の勧誘を含めてですね、熱い最高のイベントをしたいということで、今回のイベントを企画しました。今日がおそらく初めてアメリカフットボールを見るという学生たちがたくさんいると思います。間違いなく皆さんの心に刺さる試合ができたかなと個人的に思ってます。ぜひ大学からですね、アメリカンフットボールを始めてもらって、また来年必ずこの大会企画しますので、来年はこの赤いユニフォームを着てですね、このフィールドに立ってほしいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。どうもやりましたか。ちょっと私のことなんですけれども、チームを2017年に創業しまして、7年間キャンプ
テンを務めてきたんですけれども、本日の試合をもってですね、キャプテンの役職をおりまして、一選手監督としての活動を続けていきたいと思ってます。今までありがとうございました。最後に両チームで礼をしたいと思います。よくやめ、ありがとうございました。ペアレス福岡サンズ代表にして新キャプテン、キャプテンとしては最後の試合になります。素晴らしい試合でした。見事な戦い、ありがとうございました。それでは最後に会場の皆様と記念撮影を行います。皆様スタンド中央にお集まりください。乱れまして、映像乱れましたが大変申し訳ございませんでした。吉野氏の決意ある、そしてこれからのアメリカンフットボールを支える素晴らしいメッセージをいただけたと思っております。九州の歴史に、50年にわたる歴史にふさわしい素晴らしいボールゲームを披露いただけたと思っております。両チーム、そして関係者の皆様、非常に素晴らしい試合をありがとうございます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が
彼らの部会者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが家業の陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがまたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽の積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にやってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた時に次の舞台としてドンと来るものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。本日は大変映像になりまして申し訳ございませんでした。多くの方々にご視聴いただきながら、なかなかそのうまくいかない状況に皆さんにお付き合いいただき大変申し訳ございませんでした。後ほどこちらの試合に関しましては、アーカイブ版を投稿させていただきたいと思います。本日の配信は九州アメリカンフットボール50周年記念プロジェクトにのメンバーの方々の許可、そして関係者の多くの方々のご支援を得まして実現いたしました。機会許されるようでしたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。